やっぱいいな。何が？競馬場。いいよね、リアル。羨ましい？羨ましい。来たい？行きたい。寂しい？寂しくないよ。ただいま。おかえり。二人をつないでいるのは平日のドキドキツインクルレース。光をかけろ。12月29日東京大賞典。遠く離れた僕らをつないでいるのはただいま。おかえり。ツインクルレース。距離も時間も超えて光をかけろ。12月29日東京大賞典。そんな気分のシーンになるんですね。なるほど、はい、あいいですね、すごい、はい、このぐらい、はいはい。あいいですね、あ素敵です、はい、素晴らしい。早速カメラ前に、はい、お願いします。あなんか素敵な2人。初めて、今までずっとこの声はあの登録使ってなかったじゃないですか。よろしくお願いします。広いっていう。ここから降りよーい、スタート。寂しくないよ。寂しくないよ。ではこのままこちら行っていただいて、はい、カメラの前をお願いいたします。こちらでお願いします。あーですよーい。抜かれた最後に最後抜かれて、あ今私のこれは大丈夫、これぐらいはいい。スタート。いける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 。来た来た来た。ニューヨークのクリスマスとか、あー素敵そう、なんか素敵そうだよね、うん、でもアメリカとか家族で過ごすっていうイメージもあるから、うんうん、どうなのかなとも思うんですけ ど、 街の中どうなんだろう。でもやっぱりイルミネーションとかも多そうだし、うんうん、ちょっとマンハッタンに行ってみたりしてるね。あより盛り上がってそうな、ね、私も海外なんですけど、うん、フィンランド最近ちょっとサウナにハマってるので、うん、なんかあのクリスマスの時期にちょっとあったかいと寒いを経験しながらなんかちょっとこう賑やかに過ごしたいなって思って。いいですね、はい、あります、うん、サプライズをしました。両親の還暦の時にちょっとディナーを用意しようと思って、でディナーをみんなで家族みんなで食べて、でちゃんちゃんこ嫌かなって思った。赤いちゃんちゃんこ着るじゃないですか。でもなんかまあせっかくだから用意しようと思って一応買っておいて、でレストランだけでも喜んでくれてたんですけど、でもそこで実はこれ持ってきてさって言って見せて、で二人にもう来てもらって写真撮って、でもすごい、いい笑顔で家族みんな撮れたから、それはすごい喜んでくれて僕も嬉しかったです。いいサプライズ、いいサプライズしたじゃなくてされたなんですけど、うん、すごい仲のいい親友が妊娠していて、
突然仕事終わり電話がかかってきて、うん、何の報告だと思うみたいな電話がかかってきて、え、絶対男女どっちか分かったんでしょって言って、よく分かったねって言って、こうどっちになったか、どっちだったか、あの女の子だか男の子どっちだったのかっていうのをサプライズで発表してもらって、あ、はい、すごいあのすごく感慨深かったというか、もう高校生からの友人だったので、なんかこれいよいよだねっていう、なんかそういう素敵なサプライズをしてもらいました。遠距離の2人の物語のクライマックス TCK2023 光をかけろ東京大商店編です。